てください。はい、はい、聞きます。ボケを思いつかなかったので普通に言いますけど正直デリケートなこと。4枚目のアルバムを作りました。おーおー、すごいね。4枚も出して、まあ1曲、あ、1枚6曲なんで、まあ厳密に言えばミニアルバムなんです。あ、音楽なのね。は、あ、おも、これ写真じゃなくて。ああ、はい、なんかあの LINE グループのあの、ね、写真のあの消えない方のアルバムじゃないです。はい、4枚目で出しました。おーおー、すごいね。もうね、実は5年ソロ活動してて、僕長いね。長い。本当にね、この活動する上で一番大事にしたことがありまして、焦らない、コツコツ積み上げる、ね、これ本当に大事にします、僕、うん、コツコツやってるな。本当にコツコツ実は頑張ってるんですよ、うん、もう気づいたらダイヤモンドホールとかでワンマンを回れるようになりましたと、うん、すごいね。すごいことなんですよ、うん、実に本当によく東海オン続けてくれてるね違うんです、東海オンがあるからアジスト続けてきてるんですよ。その気持ちがないと脱退して俳優とかになっちゃうそうなんだ、変な、変なやつになっちゃう、変なやつになっちゃうそう、そういうパターンで成功したら見たことないなと思ったんだけど、どっちも頑張りましょうって時でコツコツね、5年続けてたら4枚目の EP が出まして、うん、すごいわ、はい、名前は、こちら4枚目なので結構やっぱり今回も考えました。うん、ザ・ベスト4どこまでもね、はい、どこまでもずっとベストだからね、永遠ベストだから。いや、まあ一生懸命作ってるからねベスト出しまくってるってことだよね。いや、本当だよ、更新してるわけ。4枚目のベストだから、うん、これでも本当にベストですね。ベストアルバム4枚出してるって人ってあんまりいないよね。いない、結構大変なことだよね。大変だよ、すごい。5年で4枚だからね、ベスト半端ないよねベストの出し方がすごいことだから。しかもベストは6曲しか入ってるんでしょ、あいつ6曲多いですね。ベスト尽くしてんな、ギュッとなってます。ケツのポリスでしたね。そう、ケツのポリスでいつか本物のベストを出すときに何て書いてあるんですかね。いや、楽しみだよねアルティメットベストでそうだ、4枚目か。これもう出来上がって、俺も今初めて完成品見たんですけど、ちょっとなんか今回の、うん、ジャケット、実はもうあれですよ、バンテリンドームがジャケットになって、すごいね。おー、すごい、うん、すごいんですけど、今回も野球慣れたもんね。なんかね、なんか落書きがされてて、落書き見せて、ちょっとちょうだいよ、クレームしたからいや、でも CD ね、制作のあんまり今配る時代じゃないんですけど、いや、いただきます、ね、思い出としてね、思い出としていただきます。はい、ありがとうございます。いいジャケだね、これ。いいじゃん、ほら、ロッカー良くない、まあ、なんか別に変なことないけどな、ポップな感じで、うん、どこかありますよ。ああ、このザ・ベスト4って私ちょっとぐちゃぐちゃって書いてある。あ、じゃあこれじゃない、これじゃない、これじゃない、これなんか、え、線、どこですか、色とかはみ出しちゃってるでしょ、これ。いや、違う、これじゃなくて、でも後ろ雲出してるのかな、なんかね、左左縦で書いてある、鍵括弧が囲まれてる、これかな。うん、拳を握る音で目が覚めた、これを聞けば誰もがヒーロー。うん、その下になんか書いてる、なんか書いてる、なん、うん、なんだこれ、誰だこれ。てつや、フロム東海オン。俺だ、お前、帯書いてたろ、またお前、帯書いてただろって怒られることある書いてくれた側なのに、書いてありがとうございますなのにね。いつもお前、勝手に書きやがって毎回だけ、おまさんから LINE 来てよ、また来たって勝手に書きやがっていいね、これもう二度と逃げれないよね、俺、こっから逃げれない。今回はもう一番気に入ってます今回の自信あるらしいねちゃんとね、メンバーだからといって適当にやってるわけじゃなくて、毎回デモ音源全部もらって、毎回喋ってるわけですよ、これ、毎回ね、ちゃんとこれ真剣にやってってこと分かってほしいですからね。もう負けよ、ちゃんと歌詞も全部見て、曲調とかも考えた上で、それを全部一言でまとめれるって考えてるんですよ。しかもなんか毎回これまでの帯の文字を文字起こしして並びを見てるらしい。すごいね、今回の新作と過去の並びを見て、うん、4行並べた時に何かこれ被ってんなとかならないようにね、何をちゃんと考えてる、同じ表現を使い古してないかみたいな。そう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 、すごいね、もうすごいですよ。他のアーティストがキャッチコピーするからねこれはね、もうちょっとこの広げたいですけどね、カットもね。もこの拳を握る音で目が覚めたとか、寝ててこうやってギュッてやってるとか、そう、すごいね、やっぱ今回あの力強い気持ちになる、ね、曲が多くて、おもろい表現だな、もうやっぱ力をもらえるとか、ちょっと笑えるもんね、拳を握る音で目が覚めたいや、ね、いや寝てましたやん、そうそう、寝てたんじゃん。どうやったらこのおっしゃ、俺は頑張るぞみたいな気持ちを表現できるかなと思ったら、やっぱ無意識下でも残っちゃう曲がいいなと思って多分聴いて、あ、ね、名前に残った状態でいい曲だなーって言って寝た後にバキ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 って俺かヒーローになってた。もうね、
見えちゃったね。誰もがヒーローだからね。いや、まあ正直これを見た時に思ったね。いい正直これは回ってるよね。よかった、力強かったっ、ね、やっぱ毎年言われるのよ、そのおばさんに。おばさんだ、あの赤か黒のカンゴールのあのハットをかぶってる人がね、そのいいいるんですけど、ライブ来たことある人が分かると思うんですよ、うん、どうするとしゅん、今回もてっちゃんにお願いするって俺に聞かないでくださいね。ジュリスのこういう関係だったら別にちゃんとアーティストの人に関係ないよね。ワンちゃん今だったらね、あるかもしんないけどさ、うん、聞いてくんだよ、てっちゃんにお願いするって。俺聞かれたらさ、いやもういいですか、もういいですか、違うしさ、勝手にやられてるのが一番いいから、もう今の聞かなかったことしますっつって爆笑しながら俺の元去っていきました、その時。俺も頼まれてね、もう今さら逃げようもないしね。やりますよ、それは。お CD ディスク天井ですね、うん、本当に初めて見た、ね、天井開いてるのは野球の時ならないからね、開けちゃうか、いいね、サインもらおう。いや今なかなかね、CD が本当に売れない時代っていうか、久しぶりに CD 触った。確かに盤を買うことはないんで。マジでないじゃん。もう俺もないもん、正直。相当好きな人で応援したいっていうので、まあ、こうやってもう、どっちかっていうとそういう飾りというかね、買いましたよっていう。でも中の写真いいっすよ。あ、ね、いいよ。写真はこれじゃないと見えない、こんな感じでね、写真撮らせてもらったんですよ。これ、シャタガワさんではない、お前じゃねえよ。シャタガワレンズじゃねえよ、お前。ちゃんとあれなってるでしょ、確かあれ。ちゃんとシャタガワレンズ、シャタガワレンズ入ってる。知ってる人少ないよ。伝説なんじゃない？伝説的なシャタガワレンズだよ。このサブチャンネルの中で、5桁はいないだろ。いないかもね。エドワンであんな感じになっちゃうんだ。確かに。いるわけないんだから。私はこのね、歌詞カードの中の写真を買った人しか見えないですからね、これ。そうですよ。あとこの帯もやっぱり、ぜひ、ぜひ、ぜひに。ぜひ。ぜひね、この帯、現物を手に取ってほしいですね。CD ももちろんなんですけど。ぜひともお願いしますね。なかなかね、まだね、やっぱり、いますよ、うん、初めてライブ来てくれる人とかめちゃくちゃ多いんで、うん、徐々に徐々にやっぱりファンの新規が増えてる、ファンの中でも来てくれる子多いなって、嬉しいんですけど、あ、もうちょっとやっぱり待ってますよって感じですね。うん、やっぱお渡し会とかも今絶賛やってるんですけど、うん、ライブはね、やっぱ来てまだ行ってないんですよって人いますよ、やっぱり。へー、うん、そもそもそのライブハウスに行くっていう、あの、なんていうの、文化がない人も、ちょっとハードル高いしね。分かるね、ライブ見に行くってめっちゃ分かるもん。最終行くと緊張するんだよな、うん、そうなんだよな、怖い人いるんじゃねえかってな、作法とかね、あるよね、その時の服装とかね、いろいろあるからな。で、今これね、トシミツなんですよ、うん、そうなんですよ、これトシミツだね。実は、あのね、もしかしたらご存知かもしれません、僕改名しました。出ました、ついに、うん、これ出たんですよ、これは。なん、僕の名前ね、5年目にしてトシミツから青春が丘トシミツになった。え、なんかそれはAV 女優みたいにレベル変わったから。違う、何も変わってないです。変わってない。何シンプルな改名と。これね、まあタイミングで言うと結婚したからとか、うんうん、いろいろあるかもしれません。本当に何も変わってなく、何も理由がないというか。どういう意図で？いや、なんかね、きっかけで。としみつでやってきてね、5年ね。うん、あ、俺青春が丘だなってなったんですよ。やっとそこに追いついたみたいな感じだった。なんかわかんないんだけど、としみつで行くのも別にね。変じゃないです。全然ではない。まあね。やっぱちょっと気合が欲しいなと思って、忘れられない名前にしちゃいたいなと思って。ああ、なるほど。ローマ字ってさ、結構埋もれたりするから、フェスに出ると意外と俺ですらさ、あ、俺いたってなっちゃう時あって、ラインナップで忘れられない名前にしてる。青春が丘って。だからこれはその新しく青春が丘としみつとしてスタートを切り直しますとかじゃなくって、普通にシャンペーンがアレキサンドロスになったみたいな。あ、マジでマジでガチでその例えが一番分かりやすいと思う。あれ、シャンペーンじゃなくてアレキサンドロスになったみたいな。でだけなんだね。ガチでそんだけで、もう理由深い理由全くないです。そこで出てきたのがこの青春が丘としみつで、うん、ライブで発表して、うん、みんな本当にバンドが始まるだとか、うん、としみつを辞めるっていうね、茶番も出しました、動画で。ね、引退を釣り動画をね。なっちゃんも、なんか本当に辞めるんか。珍しく釣り動画ね。でも、もうあまりにも信じてるからみんな、俺、住みかこ足したんだよ。最後まで見てってタイトル。おじけついちゃった。やばいやばい。自信ないと、としみつ住みかこついちゃうからね。LINE 来てさ、いろんな人からなんで辞めるのって来て、え、動画見てくれました、見てないよ、ごめんって、見ろ。アメリカからライブが終わると思って来た人いて、ライブで。ちょっと。だから、ダメじゃん。でもそいつめっちゃ楽しそうでしたから大丈夫。ダメって思うでしょ。
ダメじゃない、だって終わらないで安心して帰れたんだから、まあ、よかったって、まあね、そうだけど無理してきてくれてるから無理してるかもしれないよ大丈夫今度招待してあげて、まあ、青春さんが大きなっていくわけだでもね、結構おもろかったよ、そのシラフラいて、でも動画見てなくて来てる人は、うん、お前が悪いだろって、うん、もうそうだね言ってるからね、まあ、MC で結構俺盛り上がっちゃって、うん、面白かったですこれ名前ですよね名前、青春が丘としみつくファンの方はコストコの牛タン丸で亮が編集したやつですよ、うん、あ男柱、男柱、青春が丘としみつってあそこから撮ったよねみたいな、うん、あれがとしみつ妙に気に入っちゃったと思ってるんだみたいな感じになってる、うん、違うんですよとこれね、ほんと深い歴史があって、まあそれはね深いよこれ深いよ深すぎる歴史がもう見てる人の想像の範疇を超えてますとまあどっかで一緒に出てるかもしれないね、10年間の中でまあ確かにね、だいぶ昔だもんねこれ、うん、これまだ残ってるこれこれはこれずっと残してるメモの日付これ確か俺ととしみつの個人ラインから始まったやつで音楽活動するって話をね出た時に活動名何がいいかみたいな会話をしててカズ3かなんかそこまでやばいじゃないかこのリストを見ながらさみんなでこう言った時にさなんかあーでもないこうでもないって話しながら話した気もするねそんなに行ったか2016年7月13日の LINE が残ってましてすごいやんけ8年ですよ8年かこれを俺がとしみつにもうブワーって送ったんですね思いつくままにとしみつの活動にこれがいいんじゃないかすごいよ名前ほんと全部変なのもうこれもうスクショで出したことが早いかなだけどもう普通に共有してよこれ面白いです一回 LINE に貼りますね、うんこれめっちゃ覚えてるもんこれねこのなんか LINE って残るもの本当残るけどこれまさにねまさにだね記憶に残るやつ覚えてるなこれねはい名前の哲也を考えた豊かな名前がたくさんあるんですもう一番上からやばいですトルネードとしみつおかしいよもう意味が分からない僕気に入ったのとつみつとしおそうとつみつでこれね今見えてるでしょ聞いたの、うん、今見えてるでしょ見てくださいこの3つ目の枠の一番下よみちくらを置きました見たことあるでしょ、よみちくろ、ね、概要欄でも、うん、その時のコメント欄、うん、よみちくらをてんてんてんみたいなでもたくさんあるんですよ意味わかんないからね、多分書いたことある人いるんじゃないですか、ね、ソースがわかんないから見てる人何の話ってねT ボランってあるけどさいなかったアーティストでいるよだからこれ見てください、5枠目だからもう疲れちゃってとっくりコロコロ一番やばいんだよとでしかねえもん最後のラインいいよねやっぱ青春が丘がいいよ意味わからないすごいだから8年だよね8年経って落としどころに落ちちゃうのよちゃんとすごいねこれ何だから提案したのに、うん、都市に捨ていくんかいっていうところから落ちたの当時は都市に捨かないってね本当もうね、まあ、見れば見るほどね深掘りしたくなるんだけどコミッショナー俺とかやばいでしょやばい名作だよ俺一番、ね、俺一番なんかあの人の人生度外視するとコミッショナー俺って名前めっちゃ強いね結構ね投資の回でもやばいです投資の回の意味やからうんでもねこの数字のザ・トシミッツとかねトシミッツとかもいいよねモーテルトシ君さんなんでこれこんな今でも笑えるんだろうねなかなかないよねいやだからその時はやっぱ青春が丘と清水も同じテンションで笑ってたけど、うん、今いやなんか、ね、そうザッて出したら普通にいいもんな、うん、追いついたのかもねこの時ね追いついてなくったっていうか、うん、いろんな葛藤があったんでやりすぎだなとおふざけ、うん、まあそうね音楽活動が僕だと思うから行きすぎる可能性があると、うんうんうん、で俺がやっぱちょっとねこういう性格なんで、うん、一回ローマ字やらし行くわってなっちゃったんですよやってみたときやっぱちょっとしっくり来ないみたいな、うんうん俺という俺を出し切れてない可能性がほらほら分かってるんですよずっと言うんだこれをやっぱりね忘れられない女みたいな感じで忘れられない名前がそこにもう脳裏に焼き付いて離れないみたいな青春学校と清水がずっとなんかあってガハラから一回こうガハラ、ね、アップデートしてんのまたいいよでガオカになった瞬間に文字が光ったって覚えてる文字面ガハラじゃねえなガオカだなパーンと入ってくるねみたいな青春さんで呼ぼうみたいな話もあるもんね、うん、あったねバルザックとシミスあだからあれだねこれからはあのお渡し会とかでとしみつくんのことを呼ぶときはとしみつさんじゃなくて青春さんって呼ぶことになりますね、うん、なんかいろいろあるんですよねそれいないもんね青春さんって呼ばれる人は青春が丘やばいからな青春が丘いいねやっぱねやっぱいいんですよキーホルダーとしみつさんにモーテル鈴木も、まあ、シャブリアン T も結構好きいや分かんないシャブリアン T いいよね俺4枠目どうしてもらっちゃうの4枠目やばい全部覚えんだ
本当にライブスタイルも正直ここ数年でやっとあこっちこういう感じなのかなみたいなまとまってきたので余計ね、うん、強く思ってたんですけど、ついに青春が丘と年末で文字も書いてもらったりしてやってもらったんですよ。ちょっと青春とも言える曲さある、まあある、あえて避けたんですよちゃんと。そう、何かあえて避けました。これあ、書いてんだ。まだ年末名義なんで、あ、これ使うべきではないと思って、青春温存してるんだ。温存しました。本当にややこしいことに、これは年末の時に作った曲だから年末名義出そうっていうこじつけでやってるんで、うん、ややこしいタイムでマジ解明した。 CBC さんもさ、今、はい、どっちで紹介されてるんだ。だから最初はローマ年末で野球中継始まって、今は知ってる、もう青春が年末だって野球中継始まって先週から、先週の日曜で俺見てたの。先週が岡さん、あ、平日か、うん曲流れて、奇跡って曲流れて、うん、誰か歌ってるの出るじゃんか、うん、もうちょっと前までは年光だったけど、この前見たらもうありえないぐらい目に飛び込んでくる感じがドーンって出てきて、なんだこのアーティストって自分でなったっていう。いいね、それはもうぜひね、ライブに来てほしいですね。じゃあまたいい曲多いんですよラジオで来る時も。これ楽しみだね、青春が丘年光さん。確かにね、ラジオ、まあ、曲出したんで。そう、やっぱね、あの、としみつが曲出すと、ラジオ、まあ、青春さんね、が曲出すと東海のラジオにね、来てくれるんですな、アーティストとして。 で、はい、で、新曲を紹介してくれる。新曲紹介してくれますか。うっしゃ、 YouTube とかだと、やっぱそのね、あの、まあ、としみつの持ってる曲とはいえ、ちょっとややこしいので、うん、まあ、ラジオだったらね、そういうの結構クリアだから。あ、そうか、ね、ラジオで番組やった方がいいね。自分たちの番組だしね、うん、自由にね。それは流れるわ。流れますよ、それ、うん、流れるんで、ね、東海オンエアラジオっていうね、うん、ラジオ番組やらせてもらってね。だって4だからさ、今までも結構流してきたんだよ、うん、いや、まあそれはね、曲で言ったらもうだってライブでやらなくなった、今現状、うん、やらなくなったなみたいな曲も出てきちゃうぐらい増えたんで、うん、 ね、あ、今回これやってくれたっていうね。そういう感じのこともいよいよ始まる。結構なんかさ、としみつの新曲で毎回なんか似てるよね。似てるね。あ、いいよね。毎回デデ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 デって始まるんですね。ちょっとメタルっぽさがある感じの始まりで、で、あ、なんかもう、うん、うん、あ、結構似てる、今回も似てるなーテイストとして、フェッサンフェッサンみたいな感じのね、このまある曲が多いかなと思うんですよね。やっぱ上がる曲が多いですから、としげさん今回もそうなっちゃう。そんな感じだと思うんだけど、今回そんな感じじゃないですよ。あのイントロずるいんだよ。面白そうに見えます。でもすごいよライブ本当に。あれ笑ってるやついると思うけど、それはちょっとぐらいで、そうだね、やっぱなんかね、あれ面白い、歓声がちゃんと上がるんですよ。あ、これだーって、うん、なんかトヨスピットだっけ、あ、来たじゃん、見に行ったじゃん。で、あの曲流れるじゃん、リボルバーってでででで、俺最初はーって笑ってたのに、上がり方が異常すぎて俺真面目に聞いてた。マジでやべえな、客席のボルテージやばかった。これやばかったもん。と東海はラジオの方でいじってる曲がね、ありますんで。いい曲なんですかね。いい曲なんだよな、うん、本当に新曲流したい。本当はね、本当は新曲流したい。流したい。でも俺 CBC ラジオさん出た時、普通に自分の新曲流れて焦ったもん。リボルバーじゃなくて大丈夫。間違ってる、間違ってる、間違ってる。普通流れたから、ね、普通流れましたねみたいな感じになって、まあ、5曲目があれだっけ、結構なんか青春系、まあリードっぽいかもね。これめっちゃ好きやった気がする。ああ、どこまで聞いた、カンパケのやつ聞いた。いや、デモ音源だよね。でも、多分ちょっと変わってるな。いいよね、この M5 がいいんですよ。一個だけ気になったんですけど、はい、最後の曲あるじゃないですか、はい、の歌詞でね、あの、午後の昼下がりって歌詞があるんですよ。ああ、はいはい。昼下がりってここじゃねって。いや、まあそう、それそう。だからこれはどっちの意図なのかなっていうのめっちゃいや、ちょっと考えたんだけど、この気になった。いや、これはもうこの言い回しで言っちゃいたい。お腹が腹痛でみたいなことで、ね、しっかり聞いてるな。午後の昼下がり、俺も思った、午後の昼下がりって一緒じゃねえと思ったけど、まあ、それも含めてね、言うまあ、歌詞だよね。ちゃんと調べたもん。5回やりそうだね。午後の何時から何時分のことですね。このだからユートピアもね、あの鳩とコーヒーっていうワードはね、結構ね、すごい。あ、これね、まあまあ、わかるかもしれないですね。すごいの。なるほどね。僕たちならわかると思うんですけど、ハトとコーヒーと甘めのドーナツっていう。ほんと俺のこの一行、実は僕すごいんですよ。あ、いいですね。そういう曲なんで、まあ、なかなかね、午後の昼下がりだな、ほんとにいいなるね、こういう帯とかもせっかくなんで、うん、本物を手に取っていただきたいところですね。サブスクね、せっかくだからサブスクももちろんいいんですけど、
ぜひ現場を手に取ってくれると嬉しいです。そして、はい、ツアー発表されてますんで、うん、8カ所8カ所も8カ所です。8カ所東京、ね、名古屋でどこもあったのまだまだよかった名古屋から始まり名古屋、福岡、札幌、広島、岡山、仙台この間も岡山行ってなかった私会私会ね私会かとはまた別でねツアーやるのね全く同じ場所を回るってことかやっぱり絶賛回り中なんでライブにもぜひ遊びに来てくださいちょっと呼んでほしいですね、うん、もう来ていいですもうはいでなんかそのとしみつとねおさぶちゃんなんで僕の話するのはちょっとあれですけど僕もねあの本出させてもらうああそうですねあので今回は違うんですけど前回の本もうあの哲也っていう人を書いてくれたんですよえ帯芸人なのかなすごいじゃん帯職人、うん、でしかも今回もでその僕が本出させていただくとその、うん、リリースイベントみたいな出版イベントみたいなのをしてますよ、ね、そう前回がそう前々回か前々回はその僕の好きなおもころチャンネルっていうチャンネルの原宿さんに来ていただいてあと大石正さんに来ていただいてで今回が佐伯ポインティーさん、はいはい、で文系さんでまた今週末もうこれ終わってると思いますけど今週末のイベント、うん、徳永哲也さんが何してんの何してんの僕と哲也であの2人トークショーするんですよ今回はね普通に行きたいんですよもうバークも呼んでくれよ俺いやどうやってもねなんか何かしらリーダーみたいな仕事してんだよ何だそれいろんな人の個人活動をちょこちょこ顔出してうちのメンバーよろしくねって回ってんだやってますんでやってますんでって哲也最近来なくなっちゃったんだけどポップアップね、うん、だけどそのちょっと前までちゃんと顔出してあのニトンというそうそうわーって来て買ってくわーっつってあの渋谷の時も俺来てくれたよね視聴者は一番嬉しいだろうねまあそうね、うん、いや全然知らない広まり方としては全く意味ないからリーチにするそう同じだから特殊だけどなんかおもろいねおもろい何やってんのイベントの中で次のイベントのゲストなんですけれどもなんと徳永哲也さん来てくれますって時にあの会場じゃない一番一番やすいやつだスケジュールも抑えやすいしね一番抑えやすいもんねスケジュール一番気軽に来るしね一番気軽にいいっすってくるもんね何も気を放っていいからねでもなんか他の嵐とかの感覚で考えると意味わかんなすぎない意味わかんないよね確かに個人活動のゲストでメンバーです本当でも俺そのねバークのイベントリリースイベントああこの人来てくれなかったえファイナルあれあれか名前買ったやつあれだろ2年前ですポップアップかぶってるからそれいけないでしょうよこれと名前買ったこれたんじゃないかなって岡崎だったでしょ電話かかってきたもんねあ、しかもライブ中にでしょライブ中にあ、それは今回のやつねそう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 今回だから今俺本当にもう何気なくステージに歩かせて登場させようと思って前もって言ってくれりゃ行くよそれ熱いよ電話ぐらいやっぱおもろいかなと思ってドラムで出れるしね出れるかなめんなドラムサポートの人見ろしっかり弾いてるわなんだそれ今のしっかりやってらっしゃるわうん、哲也のね、やっぱりリーダーとしてね、みんなを下から支えてね、うん、みんなの個人活動ね、はい、うまくいくと、それはまたね、高校としても嬉しいですから、チームとしてもね、下働きがね、光りますよ、ね、リーダーの。リーダーの下働きになってるのが活動されてる。なんか俺もゲストで、なんか呼べる何かしたいな、帯なんか頼みたいな。いや、お前本出したとき、どしみつ呼んでたら、そういえば。あ、ほんとじゃねえかイベントお前なんてめっちゃ出てたわ一緒にやったわ配信だったよね、あれね配信だね配信だ思い出したぞ天才の光景のイベントとしてリアルイベントおもろすぎるだろいいな、それありましたねいや、おもろいな、その東海オンエア内で完結させるのちょっとおもろいだからねゲスト呼べってここでキャッチボールしまくって外広めろってまあ、いろいろライブ続きます、はい、青春がおとじみつもしかしたら面白いことが起こるかもしれません、ね、個人活動の目が離せないですねで一応この人が名付け親っていうことで今は多分知ってる人も、ね、俺この場で、ね、言ってなかったんでいっぱい聞かれたけどいや誰かこのサブちゃんが出ればよってそうそう名付け親の人歩いてきたら笑っちゃうな俺こんにちはこんにちはどうも名付け親ですタイミングどこでやってますかわかんないです青春しますか6月26日水曜日発売なんで、おお、わかりませんが、いつかは今、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。